冬になると結露で窓がべちゃべちゃ、掃除が大変、窓を閉めているのに外の音が気になる、子どものピアノの音、ペットの鳴き声、近所に迷惑じゃないかしら。でも窓のリフォームって壁を壊したりなんだか大変そうだし、こんな窓に関するお悩みを抱えているそこのお客様、すべて解決できる商品があるんです。それがこちら、リクシルのリフォーム窓インプラスでございます。その1、簡単窓リフォーム、30秒でご紹介。窓のリフォームしたいけど壁を壊したりなんだか大掛かりなイメージありますよね。そんなお悩みはリクシルのインプラスにお任せください。今ある窓の内側にインプラスを取り付けるだけ、壁を壊さず簡単リフォーム、時間はなんと最短1時間。二重窓で空気の層を作るから結露を抑え、さらには防音効果も生まれるんです。窓に関するお悩みはリクシルのインプラスにお任せください。その2、インプラスで結露軽減、1分半でご紹介。冬場の結露、毎朝べちゃべちゃ、掃除が大変ですよね。そんなお悩みはリクシルのインプラスにお任せあれ。今ある窓はそのままで、内側にインプラスを取り付けるだけ。インプラスで二重の窓にするからこそ結露を解決できるんです。そもそも結露が発生する原因は外の外気で冷やされた窓に部屋の中の水蒸気を含んだ暖かい空気が触れると結露は発生するんです。さて、こちらにはグラスをご用意しました。これは一つのグラスですから、一重の窓と同じですよね。こちら大きなグラスの中に小さなグラスが入っております。ですから二重になってるんです。先ほどのインプラスと同じ二重構造です。ではこれらのグラスに氷の入った水を入れるとどうなるか実験してみましょう。このように時間が経ちますと一重のグラスには水滴がついてます。二重のグラスには水滴がほぼついてません。この水滴、窓の結露と同じ原理なんですよね。だからこそ二重にすると窓の結露はしにくくなるということなんですね。今ある窓はそのままで、内側にインプラスを取り付けるだけ。時間は最短1時間、しっかりと結露を軽減、さらには防音効果も。結露のお悩みはリクシルのインプラスにお任せください。その3、インプラスで防音、1分間でご紹介。窓を閉めているのに外の音が気になる、子どものピアノの音、近所に迷惑じゃないかしら。そんな窓のお悩みはリクシルのインプラスにお任せください。今ある窓の内側にインプラスを取り付けるだけ。二重の窓で空気の層を作るから、いきますよ。さあ皆様ご注目、インプラスを閉めるとほら静かになりましたよね。外の音が気になる方、家の中の音が外に漏れていないか気になる方、今ある窓はそのままで、内側にインプラスを取り付けるだけ。時間は最短1時間、防音効果はもちろん結露も軽減するんです。窓に関するお悩みはリクシルのインプラスにお任せください。